時は今から3000年以上前、紀元前11世紀の中国。500年の太平を築いた殷の時代が終焉を迎えようとしていた。天帝の意志が改まり、王の姓が変わる液姓革命が起ころうとしていたのである。でもそれは人間界での表向きのこと。この時代、人間たちの遥か頭上には仙人界と呼ばれる世界があったす。そこは人知を超えた力を操る仙人たちが住む世界す。彼らには二つの大きな勢力があり、一つは人間界から仙人骨を持った者が選ばれて仙人となる崑崙さん。そしてもう一つは、長い年月太陽と月の光気を受けた動物たちが妖怪仙人となって住んでいる金剛島。で、二つの勢力は対立と和睦を繰り返しながら人間界に強大な力を及ぼしていたす。そして今、この後現代に至るまで人の歴史を運命づける壮大な計画が始動していたす。その計画を方針計画という。このお話はその方針計画にまつわる人々の愛と勇気と笑いと涙のサイドストーリー。仙回伝方針演義外伝第1話、文中戦火の中に種子を失うこと。国旗、急いでくれ。しかし文中様は練習にまだ慣れておりません。私が全力で飛んでは危険なので。構わぬ。印を失ってなお私が生きている意味などない。そうでした。通天教師様も特別に許された下山です。間に合わねばその意味も添えますね。どうかしっかりとお捕まりください。無理を言ってすまぬ。陛下、主義、どうかご無事で。殷周液姓革命の時代より遡ることおよそ300年。この時文中は失おうとしていた心の奥で輝き続けていたかけがえのないもの。同じ目標に向かい、同じ時を共に駆け抜けた人。ことの始まりは、これよりさらに10年を遡る。うわぁ、ここは戦場っすか？この時代、殷はまだそれほど強大な国とは言えず、近隣の異民族との小競り合いが絶えず続いていたのだ。右翼に敵騎馬軍だ。その数およそ200。敵の主力は思ったより守りが固く、我が先方は突破に手間取っています。このままでは両翼から包囲されます。突撃は中止して。答えんな。左翼の首相軍に伝令を飛ばせ。私は精鋭50機を持って右翼の騎馬軍団を分裂させるとだ。なんと、たった50機で。文将軍には賞賛が終わりか。伝令を急がせよ。あとは主子がやってくれる。こんな将軍などに何が。うわあ、文将軍、何のまでだ。 おやめください。味方に刃を突きつけるなど、いくら将軍閣下でも。こんな将軍がなんだ。主子はこのような刃恐れはせんぞ。行くぞ。我と思わん者はこの剣に続け。この時文中は16歳。彼は種子という戦友、そして良きライバルを持ち、共に若くして殷の将軍を務め、戦場で軍を率いていた。主将軍、文将軍の陣より伝令です。聞くまでもない。強そうな女性ですね。敵の主力から兵を、僕憧れろ。左翼に兵力を集中する。気を逃すな。主子は文中より4つ年上の20歳。女性ながら武芸でも勇敢さでも国の将軍たちをしのいでいた。ガ
凱旋軍だ、凱旋軍が戻ってきた。すごい人々、これまでの凱旋の中でも一番じゃないかしら。度重なる侵略を受けた異民族を今回は遠く北方へ退けたんだ。民の喜びもひとしおだろう。やったわね、文中君。君、大使の座も遠くはないわ。持ち上げるな。私の伝令に君が答えてくれなかったら、今頃この首は北方の荒野で野ざらしになってる。ここは王宮みたいっすけど、なんか近所よりこじんまりとしてるっす。うん、この当時院の都は白という町で、宮殿も近所より質素なものだった。だがそれだけ王家と民の距離は近く、王は広く民の声を聞きながらより良い国づくりを目指していたのだ。文将軍、首相軍、両閣下がご参拝なさいました。両名、ただいま北方討伐より帰朝いたしました。おお、無事だったか。大儀であったな。陛下もお変わりないご様子、何よりでございます。その方らが凱旋したのだ。寝込んでなどはおられぬ。ご無理をなさいますな。陛下は平素よりお体が弱く。それを言うな。もし私がその方らの半分ほどでも体に力があれば、一緒に戦場を駆け回れるものを。せめて妃には丈夫な女性を得て、次の時代は強い王に担わせたいものだ。脇ががら空きよ。決まり手だと思ったのが、そうはいかないさ。さすが文中君、甘く見れないわ。さあ主子、もう一本行くぞ。願ったりだわ。せやヘイトをかわすたびに強くなる。君に勝つには一体どこまで鍛錬すればいいんだ。あたいだって文中君がいなければとっくにこの国で一番の武芸者になれてるのに。今でも君はこの国で一番の武芸者だ。私は負けてる。この国は二人の並外れた武芸者に恵まれたってことね。あたいたち二人がいればこの国はいつまでも安泰だわ。このままずっと共に戦っていけるといいな。あたいっていつもこうして汗まみれ、それに対して美しくもないし、いつまでも結婚なんてできないだろうしね。君でもそんなことを考えるのか。さあね、あたいちょっと流してくる。待てよ。ったく、軍隊なんて男ばかりの世界にいるから、体ぐらい隠さなきゃ男はそそられないぞ。俺スープはしたらになれるんだ。まったく、まあ余談はすぐ。ご主人。種子の明るく生命力にあふれたしなやかさは、文中を時折はっと揺さぶるのだった。なんだと、王の妃になる。第二妃だけどね。今の正妃には子供がいないから、あたいに子供ができたら正妃になれるかもよ。そんな、将軍の仕事はもう剣は持たないのか。よして。バカね。
隊は体の弱い王を支えて戦場に出るの。王の右にいて一緒に戦う野蛮な妃になるの。主人、文忠君と二人で修行し共に戦ったことはこれからも絶対無駄にしないよ。これからも私たち二人は一緒に院のために戦っていくのよ。共に己を磨き命を懸けてきたライバルが傍らから消えてしまったことは文忠を空白にしてしまった。険しい山中にこもり文忠は荒行に打ち込んだ。心にかかった霧のようなものを振り払うために食事も取らず眠りもせず、ただひたすら自分をいじめ抜く。彼は気づいていた。失ったのはただのライバルや戦友ではなかったということを。彼はその言葉に表しようのない心のしこりに気づきながら、決してそれを認めたくなかったのだ。もう見てらんないっす。想像を絶する荒行の中で文忠の体は腐り壊死し始めていた。動けん。このまま死ぬならそれもいいかもしれん。光、なんだ、死神か。その時一人の先導が天から降臨した。だ、誰っすか。ほう、面白いではないか。この男には確か仙人骨はないはずであったが、私の名は通天教主、仙人会金剛塔の大司教である。仙人会へ行くと申すのか。はい、私にはもともと仙人骨はなかったのですが、体が腐るほどの修行を積んだ結果それができかけているそうです。そうか、お前ほどの将軍がさらに仙人の力をつけて戻ってくるならば、これ以上心強いことはない。しかし留守の間は少し心もとないの。ご心配には及びません。陛下の傍らにはこの私がおります。よしよし、文忠君。は。この子を見て。この子は生まれてからこの半年熱を出したこともないわ。産声は城下の町に響き渡ったほどの元気な強い子よ。私が産んだの。ちゃんと帰ってくるのよ。そしてこの子にいろいろ教えてちょうだい。どこの異民族にも負けない強い国にふさわしい王にしてほしいの。承知しました、主妃。仙人会で力や知識を身につけ、それを使って強い次世代の王たちを育てる。新しい目標を見つけた文忠は金剛塔通天教主の下でメキメキと力をつけていった。ところでご主人、ん？仙人骨の説明をするす。おお、そうであったそうであった。仙人骨とは100万人に1人の割合で生まれる特別な骨格のこと。その特徴としては頭が長く骨が丈夫で骨髄が少ないと一般的に言われておる。崑崙山などではこの仙人骨を持った人間をスカウトして仙人になるまで一貫教育しとるというわけだ。ちなみに仙人骨を持っていても仙人界に上がらなかった人は幸彦さんや武吉さんのような天然同士と呼ばれ、人間界にいながら人並み外れた力を発揮しているっす。ん？だが地上ではかつての王の心配が現実のものとなっていた。院の周辺異民族が力を蓄え、その国境を犯し始めていたのだ。我が方のスクープはもう壊滅です。よくも突破されました。
メです。敵の数は増える一方で我が方の増援はとても追いつきません。しかしここで引いたら都の防衛線はもう今我らは文将軍と主将軍という二つの柱を書いておる。我らだけでは応戦もおぼつかないというのか。援軍です。援軍が到着しました。バカな、我が方にはもう兵などは残っては。それが主妃様が宮殿を守っていた精鋭50機を率いて敵の中央を突破するとおっしゃっておられるのです。バカな、あれを見ろ。敵軍を都へ入れてはならん。我と思わん者はこの剣に続け。敵軍が崩れたぞ。突撃だ。ぼんやりするな。文中の留守を守り抜こうと戦場に舞い戻った守秘。しかし彼女の力も戦局の体制を覆すことはできなかった。そうなんすか。もうそりゃないっす。地上はひどい煙です。どこでも構わん、降ろしてくれ。はい。焼け落ち廃墟となった白、かつて宮殿が建っていたその場所に文中は降り立った。これが宮殿の姿か。陛下、主義私は敵では。文中君。主妃、主妃ですね。文中、お前が。そうよ、この人が文将軍。ならばどうして、どうしてもっと早く来てくれなかった。文中君は大切な修行の途中だったの。申し訳ありません。陛下は私と母上を守って討ち死にされた。陛下をお守りするつもりが反対になってしまって、母上、動くと傷口が。何、深手ではないですか。ダメ、文中君の顔見たら安心して気が抜けてきちゃった。主義、さっき見たでしょ、この子は強いの。陛下が戦死してもずっとそばであたいを守っててくれたわ。はい、危うく心臓を貫かれるところでした。この子は院の次の王、あたいが産んだ強い王子。文中君のどんなしごきにもきっと耐えてみせるわ。そうでしょ、王子。母上、強い院を築いて二人とも約束よ。主子。この文中ある限り決して院を滅ぼすようなことはありません。
臣民の誰もが安らかに暮らせるような強い豊かな国にしてみせます。まだ煙のくすぶる宮殿の中で守秘が浮かべた最後の笑顔は文中の中に深く刻まれ、決して色褪せることはなかった。